はい、どうも皆さん、こんにちは。ジずコです。それでは今回のんですけども、5月の PayPay は PayPay モールや PayPay フリまで500円オフ。他にも新サービス続々登場ということで、今回久しぶりの PayPay の話題についてですね、ここ数日で PayPay に関する最新の情報を僕なりに簡単にまとめさせていただきました。まあ、キャンペーン情報などもありますので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう ということで、こちらからですね、簡単で便利ペ、PayPay イペイに新機能が続々登場ということで,ですね。食べる、買う、生活する、貯める、遊ぶ、移動するということで、まあ、ここ数日かけてですね、ほんと PayPay のアプリアップデートかけるごとに、いろんな機能が追加されております。で、これ、まあ、後ほどちょっと機能についても少しだけお伝えをするんですけども、それ以外のちょっとした新しいサービスも始まったので、そちらも先にお伝えをしていこうと思います。ということで、まずこちらからなんですがペ、PayPay イペイギフトカード、あらゆるシーンで使える p a y p フトカードでお客様とのリレーションを 強固なものにしませんかということですね。この PayPay ギフトカードに関しては、まあ自分らというよりかは、どちらかというとその加盟店側のものにちょっと近いんかなとは思うんですけども、ちょっとですね、公式ページそのまま引っ張ってきたので読みたいと思います。PayPay ギフトカードでは企業はギフトカードの番号、または URL を発行してユーザー様に送ります。ユーザー様は受け取ったギフトカードの番号を PayPay アプリ上で入力をするか、ギフトカードの URL をタップすると、ギフトカードに事前に設定された金額相当の PayPay ペイボーナスがユーザーのペイペイアプリにその場でチャージされますということですねなのでまあいろんなまあキャンペーンそのお店独自のキャンペーンとかでもまあ使えるというようなものとなっておりますまあ、実際の画面遷移こんな感じですね先ほどちょっとまあ説明にもあったように実際にコードをもらったらそのギフトカードの番号を入力して使ったりですとかあとは下の URL をタップして受け取るとそしてこれが即時にギフトカードとしてチャージがされるということですねギフトカードが使われるシーンということなんですけどもお店の販促キャンペーンであったりですとかイベントの集客の アイテムだっったりとととかかか社内コンンペの商品とか、まあ、使使いいいい方にによってはろんんななな、まあ、ジャンル様々に使えるんじゃないかなと思います以上がこの PayPay ペイペイギフトについてでした。それでは次ですね。じゃんということで、PayPay ペイペイ後払いということで、なんかこう、ちょっと聞いたことあるようなものに近いとは思うんですけども、まあ他のスマホ決済だと、まあベルペイとかがね、まあそれにちょっと近いものをやってるんですけども、PayPay ペイペイでもこの PayPay ペイペイ後払いというものが始まります。 で、この PayPay 後払いに関しましては、一部の方のみがまだちょっと使えるというようなことになっております。そして決済というよりかは、支払い方法としては一応一括でしか対応してないということですね。この PayPay 後払い、僕自身が使うか使わないかというところなんですが、結論から言うと僕は使わないです。今のところは。というのも、一応ですね、下のに出ているように、生産手数料はもともと300円かかるんですけども、それの無料のキャンペーン中なんですが、僕は今のところ使う予定はないかなと思います。 もちろんね、その後払いのいいところっていうのは、結局のところ、そのお金を、現金を出さなくていいっていうところが済むので、まあ、そこはそこで魅力的なんですが、そんなにその後払いにする必要が今のところは僕は感じなかったので、まあ、僕は今まで通りチャージをしてちょっと使おうかなとか思っております。以上がこの PayPay 後払いについてでした。それでは次ですね。そしたら三つ目なんですけども、持っている PayPay ボーナスを増やしちゃおうということで、PayPay の新しいサービスの PayPay ボーナスを利用した疑似運用体験ができるサービス っていうのがスタートします。 で、このサービスなんですけども、今ちょっと下にも小さく出てるように、金融商品取引業者でもある、株式会社ワンタップバイが提供するサービスというものになっております。なので、今回はそのペイペイとこのワンタップバイというところがタッグを組んで出しているということですね。で、もう一つ下にも出てるんですが、本サービスを利用するにあたって、証券口座の開設をする必要はありません。で、本サービスは疑似的運用を体験していただくためのものですということですね。なので、まあ実際のお金と、 というよりかは、PayPay でもらったキャンペーンとかでもらった PayPay ボーナスを使うというものですね。 で、そのペイペイボーナス一応振り返りなんですけども、ペイペイボーナスっていうのは、これも公式ページからそのまま引っ張ってきました。特典やキャンペーン等の適用に伴い、ペイペイ残高に申請された残高、ペイペイ残高を送る機能は割り勘では使えませんということですので、まあ、本当にキャンペーンでもらったものを、まあ、ちょっとした運用の体験ができるというものになりますねで。ちょっとここ見ていただきたいんですけども、ボーナス運用は金額、回数ともに、 ペイペイステップのカウント対象外ですということですので、まあ本当ね、僕が少し前にも動画にさせていただきました。ペイペイステップなんですけども、いわゆるその還元率を上げたりするものなんですが、今出てるように、100円以上の決済回数50回以上達成で0.5%が増えたりとか、利用金額の10万円以上達成で0.5%とか、これにまあ含まれないということになりますので、これはご注意ください。で、実際の流れなんですけども、これも公式ページにありました。 まず1番今すぐ始められるということで ID 登録や講座解説などの手続きは一切不要コース選びも迷わず簡単でコースが2つありましてチャレンジコースであったりとかスタンダードコースっていうのを選ぶことができますで2番1円からできる持っている PayPay ペイペイボーナスから好きな金額を運用できますということですので、まあ、いわゆるその結局キャンペーンとかでたくさんもらったらそれをそのままこちらにそのまま入れることができるということですねそして3つ目いつでも出し入れ自由運用中残高から引き出し交換 PayPay ペイペイボーナス残高に チャージもできるということでで下の方に小さく出てるんですけども将来の運用成果を実は保証するものではありませんということですのでまあ疑似体験ができるとは言うともちょっとしたまあ投資に近いものにはなるのでまあ本当にまあねよく聞く投資は自己責任でもなるのでもし始める際はですねあのちゃんと考えた上で始めるのがいいと思いますで僕も実際に自分のペイペイボーナス今いくらあるのかって見た時に172円ぐらいしかなかったのでまあちょっとこれはここに回す必要もな なさそうだなと思ってでプラスですね。まあ、だいたいよくあるのは新しいサービスとか始まった時って何かこうキャンペーンとかも出たりするのかなとか思うのでなので、そのまあそれも踏まえて今のところまあ参加しないでおこうかなと僕は思っております。まあ、ちょっとね。あのこうやって解説をしながら参加しないっていうのはまへ、あ、かもしれないんですけどもまあ、ここはねご自身でよく考えるのが一番いいんじゃないかなと思います。それで最後4つ目キャンペーン情報ですね。すでにもう5月のキャンペーンというのが出ております。ま paypay というよりは。ペイペイの いろんなサービスですね。まず一つ目はペイペイモールのサービスですね。ミニアプリからの1500円以上の利用で500円オフということになっております。で、このミニアプリっていうのは、結局そのペイペイのアプリから入って。 で、それでペーペーモールでお買い物したら500円オフが効くということですね。期間中、誰でも1回使えるということですので、で、期間が5月の1日から5月31日まで、まあ1ヶ月間あるので、まあどこかのタイミングで、あの何十パー還元というのが500円オフなので、まあ本当にちょっと使いやすいクーポンかなと思います。まあぜひですね、ペー,ペーモールを利用する際は1500円以上の利用でできるので、使ってみるのもいいと思います。そしてペーペーフリマー、ミニアプリからの1000円以上の利用で、500円オフ、誰でも1回ということで になりますこれもいいで、すすすよねねままりり結構、ね、クーポンくくくれたたるのでで僕もちょくちょょ利用させていただいていいだおりますでこちらのキャンペーンの期間に関しても5月の1日から5月の31日までの5月いっぱいのキャンペーンとなっております。で、こちらなんですがタクシーの廃車ということでこれキャンペーンかどうかというのはわからないんですがちょっとまだ詳細出てなかったんですけどもスマホで簡単にタクシーが呼べるということで約5分でタクシーがお迎えに来ますということですね。廃車アプリの dd ですね。のこちらなんですがまあ、これキャンペーンなのかわかんないん ですけども一応、この画面の中に出ておりました。ミニアプリとして PayPay のアプリ内でもタクシーの配車もできるということになっているので、もう本当に徐々に徐々に PayPay はすごい便利のいいアプリになってきてますね。実際にこの PayPay のアプリですね、本当にちょっと増えたなと思います。先ほどお伝えした真ん中の分ですね、PayPay モールですとか PayPay フリマ、そしてボーナス運用で、ちょっと前からあるタクシー配車とか、もう大体が PayPay 一つでいろんなことができるということになっております。まだまだ本当にね、機能としてもサービスとしても まだまだ増えそうな予感は全然しますよね。まあそんなこんなで今回は PayPay のサービスプラスキャンペーンですねに4つについてお伝えをさせていただきました。ギフト後払いボーナス運用キャンペーンということなんですけども。 まあ、ほんとね、まあ、先ほどはミニアプリが出たことによってのキャンペーンっていうのが出たので、まだほんと PayPay の決済自体のキャンペーンがね、5月とかでまたね、新たに出てくれ,れば嬉しいかなと僕は思っております。まだまだ PayPay ペイペイもね、新しいことをしてくれるので、これからもぜひ僕みたいにユーザーをワクワクさせてほしいなと思っております。で、今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクについては下の概要欄に貼っていますので、ちょっと詳細気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみてください。ということで 本日の動画は以上ですごご視聴どううもありがとうございました、まあ、先ほどので PayPay、ね、ペペの話に関連はするんですけども、まあ、僕もよくねお店コンビニよく利用するんですけどもローソンであったりとかセブンイレブンよく利用させていただいてるんですがやっぱりそれでも決済方法でスマホ決済で多いのはやっぱ圧倒的に PayPay ペペのイメージが多いんですよね、まあ、よくそのね 決済音のペイペイっていうのが聞こえるので、まあ、それの印象が残ってるっていうのもあるかもしれないんですが、やっぱり圧倒的に多いかなと思います。なので、去年とかも含めてなんですけど、ずっとペイペイばらまきのキャンペーンやり続けてたので、本当にうまく囲い込みが <laughs> できてるなっていうのは印象を持ちました。まあ、ね、還元率は下がってでもやっぱりペイペイが好きっていう人が結構多いのかなと思います。まあ、僕もね、なんちゃかんちゃペイペイは大好きでございます。で、全然関係ないんですけども、今日セブンイレブンに行って、とあるお菓子を見つけまして、それが今 出てるこちらなんですが美味しさ丸ごとナチュラルポテトということなんですが、これって見たことある方いらっしゃるかと思うんですけども、あの、超スーパー有名 YouTuber のヒカキンさんがね、以前動画でしてて、すごい話題になってたんですけども、僕、あの、ずっとセブンイレブン行っても、このお菓子見つけることができ、できなくて、今日たまたまね、こう、仕事帰りにセブンイレブン寄った後にこれを見つけて、うわ、これあるやんと思って食べたんですけども、めちゃくちゃうまかったです。もう本当に、もうそのままじゃがいも揚げたような感じというか、もうこれ一回食べ 食べたらやみつきになるなというふうに思いましたねまあぜひですねちょっとなかなか僕置いてること見かけたことなかったのでまだ食べたことない方はですねぜひ食べていただきたいなというふうに思いました,ただ多分ね僕が知らなかっただけかもしれないんですけどねまあけどねなんちゃかんちゃね僕が好きなお菓子といえばもう皆さんもう言うまでもないですねバナナ